今年の春にも同様の事件が相次ぎましたが、その後一旦は沈静化、ここに来て再び事件が多発しています。なお今回の事件では精神暴走を起こした容疑者のもとに怪盗団から予告状が届いていたとの情報も入ってきており。なんで双葉のところにこんなもんが。今回の事件、予告状が届いたのであれば怪盗団の犯行と考えて間違いないですね。そうなると春に起きた連続事件も怪盗団の犯行ということに。やっぱりあいつ、なんてこった。ん？最近何かとマスコミがうるさくてね。怪盗団対策未だならず、警察の手たらく、安全神話の崩壊、好き勝手言ってくれるよ。で、捜査の進展は？何か手がかりは？確信に至るものはまだ。どうなってるんだね。賞賛があるんじゃなかったのかね。失敗は許されないとも言ったはずだ。困ったね。このままじゃ君、出世どころかここにいられなくなるよ。そんな。期待していたつもりだが、やはり年若い君にこの任は重すぎたか。人選も含め作戦を練り直す必要があるのかもしれないな。最後までやらせてください。この事件は私がずっとずっと追っていたのは知っている。警察が人も割いていなかった当時からな。逮捕にこぎつければ署内で君が尋問できるよ。特別に話もつけてある。それが望みだろ。国のトップが変わろうとしている。この件を持ち越すわけにはいかないのだよ。言っておくが、失敗は許されないからな。結果を出してくれ。わかりました。少しくらい大胆な手に出てもいい。必ずいい結果をな。ああ、そうだ。不測の事態が起きたらすぐ私に連絡を。部長に？失敗は許されないと言っただろう。いい、手はず通りです。ただいま。宗次郎？掃除してたらよ、出てきたんだ。予告状だろこれ。ネットに出てるもんな。勝手に部屋に入ったな。そんなの後でいくらでも謝ってやるよな。なんだこれ。それはうろたえるような代物か。やっぱりただのごっこじゃねえわけか。なんで黙ってんだよ。なぜ取っといたんだ。だって思い出。説明しろ。説明。話せないようなことなのか。説明。おい、このままじゃ双葉が。説明な。単刀直入に聞くぞ。こいつは本物なのか。お前はその改心させられたのか。どうなんだ。お母さん死んで、ずっと出口なかった。心の迷宮閉じこもってた。いつか出なきゃって思って、でも自分じゃ
できなくて。双葉、そこ座れ。話だけは聞いてやる。怪盗は助けてくれた。ダメな心盗んでくれた。お母さんの研究と一緒。私の認知変えてくれた。マジかよ。認知を変える若葉の研究、まさかとは思ってたけどよ。お前な、医者でもサジ投げたってのに、いきなり海行くとか来たもんだ。はじめは子供同士にはかなわねえなとか脳天気に考えてたがな、店のテレビで日がなワイドショーを見ててふとよぎったんだよ。双葉のことは怪盗団とかって話と似てねえかってな。すごい。これでもお前の保護者だ。こんなでかい変化見逃すかよ。総次郎。でもまさか怪盗団の改心と若葉の研究内容が一緒だなんてな。俺な、昔は役人だったんだ。国と若葉がいた研究所の橋渡しみてえな仕事だ。知り合ったのもそん時だ。あいつがな、酒の席で妙なことを言ったんだ。近いうちに妙な死に方するかもってさ。そんなの冗談だって思うだろ。俺適当に流しちまってな。だが言葉の通りになった。お前に何かあったら俺はあいつに顔向けできねえ。お前に聞きたいことがある。お前の態度を見る限りこの予告状を知ってるな。当然双葉が怪盗団に改心させられたことも知っていたはずだ。お前ひょっとして怪盗団ってのとなんか関係あんのか。最初の改心事件、お前の学校の先生だっただろ。うちにあの絵を持ってきたのも例の改心させられた美術家の弟子だよな。そこに来て双葉だ。事件の近くに必ずお前がいる。どうなんだ。世間じゃ犯罪者って言われてる連中だ。なんでそんなヤバい奴らと双葉を引き合わせた。違うよ。私が頼んだ。だから助けてくれた。私の心盗んでくれた。頼む、盗んだ。まさかこいつがお前を改心させた張本人っていう気か。つまり怪盗とつながってんじゃなくてこいつ自身が怪盗だって。冗談もいい加減にしろよ。まさかお前、本当にお前が怪盗なのか。嘘だろ。総次郎。つまり俺は怪盗とやらを半年もかくまってたのか。しかも双葉まで。どうなってんだよ。私、お母さんを殺した犯人見つけたい。殺したって。殺されたんだよ。私思い出したの。やめろ。なんで信じないの。総次郎も他の人たちと同じ。知ってたんでしょ。お母さんの死に方普通じゃないって。気づいてたんでしょ。お母さんの研究誰かに盗まれたって。総次郎。あいつが死んだ時確かに変だと思ったよ。妙に気なくせえってな。けど俺に何ができるよ。逃げるぐらいしかなかったんだよ。
その果てがここでの隠居暮らしだ。お前を引き取ったのも要は自分勝手な罪滅ぼしなんだよ。お前が余計な苦労を背負い込んだのはほとんど俺のせいみたいなもんだ。別に宗次郎は悪くない。偉そうに説教を垂れて子供相手に怒鳴ってよ、姉妹に慰められてちゃ世話ねえぜ。笑えるだろ。っていうか悪いのは殺したやつに決まってるじゃん。そうか、安心しろ。お前らがもし本物の怪盗でも突き出したり追い出したりする気はねえ。第一、そんな話誰が信じる。お前らが怪盗だなんて説明できるわけない。現行犯でもない限り無理だ。ただ一つだけ言わせろ、勝てない喧嘩からすぐに手を引け。わからないのか。万が一若葉をやったのと同じ連中を怒らしてんだとしたら、子供がどうこうできる相手じゃない。聞き分けろ。いいな、もうこの話は終わりだ。飯にするぞ。大声出したから腹減ってしょうがねえよ。はあ、問答無用で通報される最悪の展開だけは避けられたな。けど今あったことはさすがに仲間にも話しておくべきだな。疲れた。結成がささやかれる獅童正義議員の街頭演説の模様をお伝えしました。続いて奥村氏の死亡事件など数々の容疑がかけられている怪盗団の続報です。警察は怪盗団を警察庁指定被疑者特別指名手配とし、怪盗団に関する有力な情報提供者に対して報奨金を支払うことを決めた模様です。いいろ、情報提供者に対する報奨金は3000万円となっており、金額の大きさからも異例の事態であることがうかがえます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで怪盗団探しに目を光らせんだぞ。毎日、それこそ学校の中でもだ。なんでこんなことになった。
のことはいいんだよ。まあなんだ、気づいてやれなくて悪かった。こうなったのも俺の責任だ。もう俺にできることはお前をかくまうことぐらいだ。絶対にやけを起こすんじゃねえぞ。お前を売るような真似はしねえ。ここにいる限りは安心していい。ご主人にはすまないことをしたな。我が輩も責任を感じている。見ましたか、あの懸賞金。少しプレッシャーをかけすぎましたかね。これで大衆皆が怪盗団の敵となったも同然。あ、その通り。それで終焉です。指名手配だってよ。しかも3000万の賞金首ってか、漫画かよ。実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと、全部本当に仕組まれてたのよ。奥村社長が1位になったことも、その前のブームも、メジエドも、全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長を狙わせて。ああ、多分敵は花から有名になった怪盗団に罪をなすりつけるつもりだったんだ。じゃあ私たちがやってきたことって何？悪人だと思って改心させてきた奴も本当は違うの？いえ、金城やマダラメは私やユウスケのことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨志田の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても恋に狙わされたのは前回だけのはず。せこい手使いやがって。せこい？そんなもんじゃないわ。偽メジエドや怪盗サイトの改ざん、相手は一連のブームまで作り上げた可能性がある。そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、多分奥村社長だけじゃない。これまでの、そしてこれからの廃人化事件の罪、全部怪盗団にかぶせるつもりじゃ。だから俺は言ったんだ、迂闊に飛び込むなと。なんだよ、俺のせいか。最後はてめえも同意しただろ。それにあん時は春のこともあった。放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応していれば。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時ちゃんと言えば。くそ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 。リュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ、なんで負けちまった。俺たちは何を間違えたんだ。きっと我が輩たちらしくなかったのさ。そうだな、俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、本当そう。私、自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。正義の怪盗団なのに本末転倒もいいところね。自分に腹が立つ。まこと、分かってんだよ。はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。何とかしてに決まってんだろ。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか、それすら情報なしだ。しかも
そこまでやる相手なら有力者か、かなりの後ろ盾を持っているな。私らで叶うの？もうやめとく。だってみんな今よりひどい目に。ねえ、どうしたらいい？ああ、ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に思うツボだろうがよ。それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、全言撤回だ。やっぱ終われない。終われねえ。どうしたいかは決まったな。あとはどうするかだな。そうね。よ。ああ。Hiding